ちゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も3年生を振り返るの時間ですが、あ、やってきましたね。なんかちょっと、はい、ちょっとね、イレギュラーで今日は、うん、現在今ロッテ対オリックスが試合をしてるんだけども、うん、ちょっと俺の仕事の関係とかいろいろあって、ちょっと1試合残しで今日は3年生の振り返りをお伝えします。はい、ということでもう後でその1試合のことはお伝えしますので、そうそう、うん、心配なく、はい、はい、ということで1試合を追加します。そう、今現在ね、本当、はい、試合中なんですけれども、はい、まあ、他のねチームの打ち合いはデーゲームで終わったので、はい、そこの部分までちょっと振り返ってみたいと思います。そうですね、はい、はい、看板やちいちゃんよろしくということで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、まずセリーグ、うん、ね、こうなりました。はい、ですね、広島とヤクルトの試合が今日ちょっと中止になったので2試合だったんですが、はい、あとは3試合ありまして、巨人と DeNA は巨人が2勝1敗の勝ち越し、はい、中日と阪神は中日が2勝1敗の勝ち越し、うん、広島とヤクルトは広島の2勝ということになりました。はい、はい、ということで、うん、巨人の先発戸郷、グリフィン、菅野、はい、DeNA はジャクソン、吉野、ね、はい、この吉野っていうのはプロは初先発 ね、 ね、そして K、はい、吉野投手は2年目です ね、 ね、そうだね、うん、2年目で初登板、はい、初先発ということで、ということでした。ちょっと注目の、まあ、2戦目ね、はい、ところですが、でまずは初戦の戸郷対ジャクソン、うん、3対2、はい、ね、巨人、うん、まあ、若林がね9回サナラヒットで、まあ、6連勝を決めるという ね、 ね、はい、で岡本が2回、はい、丸が8回、うん、それぞれソロホームランでまあ2点を取るんだよね、うん、巨人の方はね、はい、で、まあ、DeNA の方は4回強打、うん、タイムリー、うん、で5回佐野で、佐野がタイムリー、うん、で2点を取るという、そう、逆転してね、でまあ2対2だったんだけどもね、はい、8回ね、はい、はい、でね、この試合で6回丸が2塁打、うん、ノーアウトランナーセカンド、はい、吉川にバントさせるかなと思って強行に行って三振するんだよね、うん、でこの回まあ点が入らずに、うん、まあ延長になってしまうんだけども、これを、まあ、延長というかね、まあ、延長にもつれ込んでしまうんだけども、あ、9回か、そうそう、あ、同点で9回まで行っちゃうんだけども、はい、これやっぱりね、俺思ったんだけど、うん、安倍監督バントばっかりやってたイメージがあるじゃない、はい、まあだけどやっぱね、信頼できるバッターたちが揃ってきたんだろうね、うん、なるほどね、まあ3番にヘルナンデス、うん、岡本も非常に状態が上げてきてるんで、うん、まあそこまでいったらどっちかが何とかしてくれるというね、まあ信頼感と、吉川が三振じゃなくて進塁打ぐらいは打ってくれるんじゃないかという、うん、やっぱね、こう信頼度が上がってるかなという感じがするんだよね、うん、まあ結局この6回に丸が2塁打、はい、ノーアウトランナーセカンド、うん、これを生かしきれなかったけども、うん、まあジャイアンツはなんかこう信頼できるようなバッターたちがたくさん結果を残してきてくれてる、まあその証拠に、まあホームランでね、うん、ここのとこ点を取るケースも多いし、ね、状態的には非常に上がってるというね、チームの状態が全体的に良くなってきてる感じですか。まあそうだね、うん、でまあ9回には、はい、まあサヨナラの お膳立てをしたのは大城ツーベースヒット、うん、ノーアウトランナーセカンドで坂本がねこの日から復帰したんだよ。そうなんですよね、うん、6番サードでね、うん、で坂本にどうさせるかなと思ったら、うん、まあ、自由に打たしに行くんだよね、はい、まあ、しかしやっぱり坂本は進塁で打ちに行くよね、うんうん、でランナーサードから、まあ、若林が決めるという、ね、うん、だから非常にまあ結果から言うと坂本を使って、うん、結果は出なかったけども、はい、でもこうやって進塁打を打ってくれるというね、まあ、2試合目3試合目っていうのは先発出場は坂本はなかったんだけども、はい、まあでも出たらこういうところではしっかりきっちり仕事をしてくれたというね。この2試合目3試合目に坂本選手が出なかったのはまだちょっと、まだちょっと、やっぱり1試合目のバッティングの状態見ると、うん、まだちょっと自分の間合いでは立ててないなというのと、うん、やっぱり差し込まれるケースが多かったね、うん、うん、だからちょっと岡本大城、うん、この流れの方を大事にしたのかなという。なるほど、まあ、大城がキャッチャーやってね、うん、勝ったけども、はい、まあ、坂本キャッチャー
セカンドを入れることによって、うん、大城がキャッチャーに行くという、はい、で岡本がファーストに行くという、うんうん、それよりも大城ファースト岡本サードので岸田を使う、うん、まあその方がまあ打線としては流れるのかなっていうような感じはしたけどね。今の時点でね、この試合でね、うん、やっぱこう DeNA の方は中継ぎ陣がちょっと不安、はい、ねえ、うん、でまあ中が、まあ、坂本、うん、京山って投げていったんで、まあ、坂本が丸に同点ホームランをね8回に打たれるんだけども、うん、やっぱり 左対左だからっていうような、うん、まだ経験値の高さがないね。なるほどね、うん、ちょっとああいうところちょっとボールが浮いちゃったし、うん、まあやっぱこう低めに投げてほしいところが浮いてしまったというね、うん、まあ若さじゃ若さなんだけども、うん、まあこれは経験でねカバーしていけるように今いい経験してるんだから、まあ、頑張ってほしいとは思うけども、うん、まあ、ただこう首位を争う中で、うん、まあ、中継ぎ陣がちょっと薄いなっていう感じがした、ね、はい、はい、で2試合目、うん、6対1、まあ、巨人という、ね、巨人が7連勝と、ね、まあ吉野、うん、立ち上がり、DeNA 先発ね、そう、はい、で初回2つのフォアボールから、うん、岡本が先制タイムリー、はい、ね、えやっぱ硬さがあったんだろうな。緊張しますよね、うん、まあ表情はね非常に、うん、表現力豊かというか、うん、丸がいきなりカーンとセンターに打ち上げたのはみたいな感じで見てたけども、はい、まあ初々しさがあったけどもね、はい、まあちょっとやっぱり硬さもあったんだろうね。表情は緩んでたけども硬さがあって、うん、まあ2つのフォアボールからまあ許してくれないね。やっぱり状態がいい岡本は、うん、先制タイムリーという、はい、ね、で3回には吉川がソロホームラン、はい、うん、だからそのなんていうのかな、持ってるものはすごく俺はいいと思うんだよね、うん、石田によく似てるんだ。なるほど。あのルーキーのね、はいはい、でなんか同じようなタイプで持ち球も同じような感じで、まあだけどなんか非常にまとまってるというかさ、うん、まあ、この日はなんかねやっぱりね東京ドームという、まあ、敵地ということもあり、うん、まあ、ジャイアンツ戦ということもあってすごく硬くなってたっていうのはあるよね、はい、うん、で4回、うん、オースティンがソロホームランで1点差に追い上げるんだけども、はい、まあ6回ね、ね、うん、ヘルナンデス岡本が連打、はい、大城がフォアボールでノーアウト満塁、うん、この回からピッチャーが松本投手に DeNA は変わってますね、はい、うん、この松本はルーキーでね、うん、まあこの日やっぱある程度、まあ、最初から予定してたんだろうね、あの若い投手、若い投手でちょっと行ってみようというね、うんうん、これあの首位攻防戦になるとか、はい、そういうことは関係なく、うん、最初からの予定で多分こういうふうなことを組んでたと思うんだよね。なるほど。だからまあまあしょうがないんだけども、うん、まあ2アウトまで行くんだよ、そうですね、でね、ここで抑え切ったら門脇を、うん、流れが変わってくると思ってたんだよ ね、 ね、2アウト満塁ね、ま、そう、うんうん、でノーアウト満塁が2アウトまで行ったからさ頑張って、そうそうね、おそらく門脇が走者一掃のタイムリーツーベース、うん、グリフィンも続いて、まあ、4点ここでね取られて決まるんだけども、はい、まあ、そのグリフィン、うん、7回110球、4安打8三振3四球1失点というね、うん、まあ、非常にグリフィンが安定してるね、ねえ、うん、ここのところに来てもう本当にあの勝ち出してからは、まあ、本当に安定、路線をこう進んでるね、ねえ、この日はね打点も上げてね、はい、うん、でプロ初先発の吉野、はい、5回89球、うん、4安打5三振2つのフォアボールで2失点というね、うん、5回を投げて5三振、うん、ね、回数と同じだけの三振が取れてるっていうことは、うん、やっぱそれなりの非凡さは持ってるということだよね、うんうん、だから非常にこれから期待してもいいのかなっていうような感じがするんだけども、はい、まあ、もう一人の若手松本、はい、3分の2回26球4安打一つのフォアボールに4失点という ね、 ね、まあだけど勉強するところはたくさんあったと思うし、はい、これを経験としてね、うん、次はこういうことを失敗ないように、うん、まあ、それと2アウトまで行くんだけど
よくねあるんだよね。ツーアウトあそこまで行ったんだけどっていうことが、うん、あと一つ取る難しさっていうのもあるし、そこら辺は勉強してほしいなと思う ね。巨人は絶好調になってきたという、ね、7連勝という、ね、今日もホームランが出たというね、はいはい、この日もね、この日もね、うん、はい。で3戦目、はい、6対0、うん、DeNA、まあ、菅野、うん、ね、どうしちゃったのっていうぐらい、うん、まあ、初回が全てだったんだけども、はい、3本のツーベースヒットに2本のヒット、ね、ちょっとね、うん、犠牲フライで、まあ、4点先制という、うん、4点先制されるんだよ、うん、まあ、8人の打者、うん、ね、の中で4点を取られたという、もうこのヒットを打たれたのがもうほぼ1回だけみたいな感じですかね。いやそうだよ ね本当に、うんうん、だから非常に立ち上がりちょっともったいなかったなっていうね、うんうん、まあ、感じもするし、まあ、チームの状態が7連勝で来てたためがためにね、うん、まあ、菅野に期待することは大きかったと思うけども、うん、まあ、初回でそれがねちょっと吹っ飛んでしまったという、うん、で6回には先生に関わってない牧、はい、まあ、初回は三振に持ってんだ自分、うんうん、牧がね、うんうん、まあ、それはやっぱ悔しかっただろう ね、まあ、12号ソロホームランで5点目、うん、まあ、9回は宮崎が7号ソロホームランで6点目という、うん、やっぱホームランが出るとやっぱこう強いね、ね、なんかこう雰囲気が変わるね、チームのね、うんうん、軽くなるというかさ、うんうん、でやっぱり K が安定してて、うん、8回115球、うん、2本のヒット、うん、6三振、まあ、5つのフォアボールを与えてるんだけど、はい、まあ、無失点というね、うん、で巨人はこの K から打った2安打で2安打しか打ててない、うん、今日はね、どうしちゃったのかなと思ってさ、まあ、菅野が初回にね、うん、まあ、あれだけのピッチングでちょっととちらかったんで、うん、ちょっと戦意を喪失したかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じもするし、あとはケイ投手との相性とかもあるんですか、ね、まあ、確かにあるかもわからんね、うんうん、でね、この試合、はい、これケイが完封するかなと思ったら、はい、9回山崎康明がマウンドに上ったんだよね。そうなんですよね。で1回10球で、うん、まあ、3人で仕留めてんだけども、うん、まあ、なんていうの、山崎康明が帰ってきてくれたっていうだけでも、うん、ちょっと大きいかなと思ってね、存在がね、まあ、存在もそうだし、うん、まあ、上がってくるっていうことに関して言えば、うんうん、まあ、状態も上げてきてると思うんで、はい、だからこのまま投げ続けてくれるとね、やっぱね、優勝争いしてる時に、うん、やっぱ経験者って必要だよ。確かにそうですね、うん、それとそういうモチベーションで康明が上がると、うん、力発揮しやすいと思うんだよね、はい、だからいい時に上がってきたなっていうね、うんうん、まあ、そんな感じがするし、はい、まあ、これから8回をね、うん、まあ、なんなら9回でもいいし、うん、まあ、森原とね、うん、こう交互でもいいし、うんうんうん、だからそういう活躍ができるぐらいに上げてきてくれると DeNA は非常にもうちょっと力を発揮できるかなっていうような感じがするね。ちょっと中継ぎ陣でもともとするところがあるんで、はい、だから山崎康明が帰ってきたっていうのは大きいね、うん、で巨人の方はやっぱこう今日はダメだったけども、はい、比較的ホームランが出てくるようになったんで、うんうん、まあ、非常にこう得点力が上がってきたなっていう感じがします。はい、はい、まあ、ね、両チームはちょっと落ちないような気はするよ。なるほど、はい、巨人の方もね、久しぶりの登板というと畑投手が、まあそうだね、うんうん、まあ、畑がどういう ね、活躍をしてくれるか ね、どんな風に、まあ、豊富にいるわ中継ぎ陣はね、巨人はね、はい、うん、まあ、という3連戦でした。はい、ちょっと巨人連勝が止まってしまいましたが、そうだね、うん、はい、はい、はい、続いて中日対阪神、はい、ね、中日、うん、高橋宏と涌井松、阪神は村上、うん、伊藤、西、1試合目3対0中日、うん、これはね、もう圧巻だね、高橋宏と、まあ、8回114球、うん、3本のヒットに11三振、うんうん、2つのフォアボールに無失点という、うん、ね、でこれは完封できたと思うんだけども、うん、ね、まあ、9回はマルティネスに譲り、ね、記録達成をしたという ね、はい、で4回のピンチがあるんだけど、高橋宏と、うん、大山里輝連続三振という、で8回にも連打を許すんだけども、まあ、三振でピンチを切り抜けるという、うんうん、で最速は157キロまで上げてきたという、はい、で防御率が 0.58、うん、これは規定投球回数に達してないんで、はい、
まだその隠れ防御率1位なんだけども、うん、0.58 だよ。11試合に投げて、ね、すごいね。ねえ、で一方村上、はい、7回97球、うん、4本のヒットに6三振、うん、1つのフォアボールに3失点という、はい、2回ね、この日中日ね、はい、2回この日から4番に座った福永、はい、ツーベースヒット、うん、ね、高橋タイムリーツーベース、うん、で3番4番打ってた細川が今日は6番に入って、うん、この日は、うん、まあツーランホームランという村上から、はい、このツーランホームランもすごかったねこれね、うん、まあ記事には失投って書いてあるんだけど、うん、全然俺失投じゃないと思うんだよね村上投手、うんうん、やっぱねフラッシュにかけてるんだよ、うんうん、だからベース側の上で落としてるんだけども、はい、それを細川が片手一本みたいな形でボールを拾って中段まで飛ばしてるからね、すごいね。いやこのホームランはすごかった、うんうん、いやだからまあ相手がね、まあ高橋宏と、はい、まあ、村上、うん、まあやっぱ先取点を取った方が勝つなっていうような試合になるね、うん、それとやっぱ防御率 0.58、はい、まあこれはすごいよ1点取られないんだから、ね、1試合投げて本当ね、うん、だから先取点取られたら負けよっていうような感じ、ね、これはねでもね阪神ベンチもね、うん、やっぱお手上げだと思うよ、うん、普通に投げててもすごいのにピンチになってギア上げるんだからまだ上がんのっていうぐらい力のあるボールが来るわけだから、うん、あいいピッチャーに育った ね, ね、まあ、お見事でした。素晴らしい、はい、はい、で2試合目、10対8、うん、ね、中日、うん、で涌井がねこの日ね初回投げて、うん、2イニング目に上がった時にマウンド降りるんだよね。そうなんですよね。だからなんか肩の肉離れかなんかで、そう右広背筋肉離れというふうな診断でちょっと2軍の方でね調子になっちゃいました。まあちょっと時間かかるかもからね、肉離れ肩だからね。ねえ、ちょっと心配だけど ねえ、ちょっとこの間は熱中症みたいな症状もあったり、まあ、そうなんだよ。ちょっと体のコンディションがね、まあちょっとおかしいな、ね、はいはい、今ね、はい、はい、でねこれ10対8非常に大荒れのゲームになったんだ、まあ、2回2点リードされた裏、はい、ね、福永細川を置いて高橋が逆転のスリーランホームラン、うん、これ本拠地で2年ぶりのホームランらしい高橋選手、はい、はい、でね福永、細川、うん、高橋で3人で7打点を叩き出されてるんだよね、うん、阪神バッテリーは、はい、まあ言えば前日の、うん、なんていうの、福永ツーベース、高橋タイムリー、うん、細川ホームラン、うん、それと全く一緒なんだよ、やられた人間が、はい、だからこれにはやっぱこう岡田監督はなんだバッテリーは何しとんやと対策どうしたんやと、うん、いうようなことでちょっとまあ怒るわね、うん、それもちろんね、うん、同じ人に同じようにやられるということはね、うん、でまあ確かに状態がねこの3人っていうのはいいのかもわからないけども、うん、そうじゃなくてやっぱつながりを持たせるとちょっとおかしくなるということで、うんうん、だからちょっとね対策が必要かなっていうふうに阪神側から見ると感じるし、はい、まあカリステが2打点というね、うん、まあやっぱこう打つなっていう感じ、うん、はい、はい、でこの日はね阪神は里輝を4番にし、はい、ね、うん、大山を6番、そうですね、うん、まあそれで、まあ、8点を取りに行くんだけども、はい、まあ負けゲームだけどもね、うん、まあだけど8点は取れね、3番近本選手、佐藤選手、5番が前川選手、ね、まあそうだね、うんうん、で、伊藤、そうピッチャー先発のね、うん、まあ、3回5失点という、ね、まあ、全くゲームを作れない、まあ、こんなピッチャーじゃないんだけどもね、うん、で中日は、はい、阪神戦に5年ぶりに10点取ったという、うん、すごい、うん、まあ、それまで取れてなかったんだね、まあ、確かに阪神はピッチャーもいいし ね10点はすごいね、まあ、なかなか取れなかったんだけども、うん、まあ、他のチームはね1年間やってる中で10点は取ってるかもわからないけども、はい、うん、まあ、5年ぶりに
10点取ったというね、まあバッティングは状態的には上がってきてるなという感じがするね、中日はね。はい、はい、で3試合目、はい、6対2、阪神、なんかね、もつれた割にちょっと点差がつきましたね。まあ、うん、延長に入ったんだけどもね。そうですね、はい、で3回、はい、西野先制タイムリー、ピッチャーのね、ピッチャーの、うん、で5回、はい、松葉の同点タイムリー、ピッチャーピッチャーもう両方ともピッチャーが打つんだね。いやいや、まあ、あのピッチングで味もあったんだけども、うん、バッティングでも味を見せたというさ、ね、あ、まあまあ、なんか2人の意地の張り合いというかね、まあ、そういうのが非常に面白かったけども、うん、でもチャンスがなかったわけじゃなくて、うん、4回、うん、中日の攻撃、はい、ワンアウト1・3塁、うん、高橋周平ダブルプレーというね、はい、まあここら辺はちょっと対策をしていきたいのかなっていうね、あの西田から対策ができたのか、まあ対策をしたからゲッツーに取れたのか、うん、まあ一応の形は見せてくれたよね。で6回中日カリステ、はい、ヒット、うん、で続く福永の当たりをショートがエラー で、ね、でノーアウト1・2塁、うん、ね、細川三振、はいはいはい、高橋周平フォアボール、うん、ワンアウト満塁、そうです ね、ここでやっぱ点取るだろうと思った、うん、なぜかというと板山だったから、うん、そしたら不運にショートライナー、はい、ね、木下センターフライという、うん、でやっぱり板山ね、うん、当たってるだけにボール球だったんだけど外の、うん、あれをミートできるんだね。うん、でもあそこミートしてもやっぱボールは上がってくれないよ、なかなか。なるほど、あれ以上はね、うん、まあショートが少しジャンプして取ったぐらいの、うん、ちょっとハーフライナー気味になったんだけどもね、うん、はい、まあそうやって中日がチャンスを潰していって、で10回、はい、阪神の攻撃、うん、前川ヒット、うん、ね、バント、はい、梅野の、はい、これを、セカンドに悪送球エラーがつきました、うん、ノーアウト1・2塁、小畑、はい、当然バントだろうと投げました、はい、ショーフライになった、はい、取っちゃったのみたいな、うん、いやあれを、うん、キャッチャー加藤だったんだけど、はい、加藤が OK っつって、うん、制してショートバントで取れんかったのかなと思って、ね、うん、そしたら、ね、ゲッツーできたんだよ、ね、なるほど。だからもったいないプレー、エラーに続き、うん、こういう判断というのがね、やっぱああいうところでできないと。まあでもとっさにやっぱフライ取っちゃい、いやピッチャーだからね、なすかね、ピッチャーも一瞬迷ったと思うんだけど、取っちゃった方がいいかみたいな感じで取っちゃったんだよ、うん、だから誰も指示してないと思うんだよ、うん、で取ってワンアウト、はい、1・2塁、うん、代打原口、うん、さすがです、はい、ね、レフトに、レフトのちょっとセンター寄りにレフト前ヒット打って、うん、まあセカンドランナーが帰ってきたと。そう、ね、それから満塁になって、うん、上田が走者一掃のタイムリースリーベース、うん、まあ、これで、まあ中日はね、その裏1点返すんだけども、うん、まあ、勝負が決まったという ね、その後も佐藤選手もねタイムリー打って、そう結局5点入ってね、そうだね、うん、まあ、ちょっともったいなかったね、はい、勝てる時は点が取れるのがいくらでもあっただけにさ、うん、ちょっとこういう試合はもったいなかったね、ね、うん、でも阪神はやっぱさすがにね、うん、点をやらなかったし、そういうところで、はい、勝負どころで原口がね、うん、やっぱりしっかり仕事をしてくれたというね、うん、でダイソーで入っていた上田が、うん、まあ、タイムリーを打ってくれるというね、うんうん、ね、まあそういう試合でした、はい、まあ、中日から見ると、まあ、3連勝できたかなという、うん、まあ、阪神からするとよく粘ってね、うん、まあ昨日の試合は阪神勝っとかなきゃいかんけどもね、うん、10対8の試合がね、はい、うん、まあだけどまあまあ阪神が3連敗を免れたという試合でした。はい、はい、続いて、広島対ヤクルト、はい、ね、広島トコダ大瀬良で今日が中止という、はい、でヤクルト石川小沢、まあ、小沢の先発っていうのは、うん、まあ、ブルペンデーというかね、うん、まあ、そういうところで、先発していったんだけども、はい、まあ、1試合目4対3、うん、広島、はい、
まあ、広島が連敗を4で止めたというね、うん、まあ、先制はヤクルトも初回その裏小園のタイムリー、うん、で逆転などでね、そうそう2回でね、はい、うん、で3回には村上長岡の犠牲ぐらいで、まあ、逆転もその裏また小園が、まあ、タイムリーという追いつくんですよね、追いつく、うん、で5回には秋山が決勝のホームラン、はい、ね、これうまくったね、うん、うん、で、石川、うん、ピッチャー、はい、はい、5回85球、うん、8安打4失点、床田、はい、6回102球、うん、うん、4本のヒットに3失点、うん、うん、でまあ石川、うん、点を取ってもらったら取られるというすぐ、うん、ね、まあちょっと流れをこう掴みきれてないね、うん、だからもったいない試合にはなったけども、はい、広島がちょっとずつ上がってくるかなっていう兆しが見えたのが、うん、やっぱ小園が非常にまた元気になってきた、うんうん、でタイムリーも生まれてきた、はい、まあ、そうなってくると小園がね元気な時って5月ぐらいに非常に状態上げてきたんだよね、はい、チームが、うん、だからそういう意味では小園が元気になってきたっていうのは、うん、ちょっと力、心強いかなっていうね、兆しね、チームにとって、まあ、そうだね、うん、だからまあそういうことは感じるし、はい、じゃあ中継ぎどうなんだって島内の代わりに行って島内ちょっとファームに落ちちゃったからね、うん、はい、だから森浦が多分、栗林の、うん、あの前を投げると思うんだけども、はい、左ピッチャーね、はい、まあ、非常に成長してるし、うん、まあ、今までの防御率が 1.80、はい、だから非常にここら辺が頼りになってくるかなという感じがします、うんうん、で広島もこうしぶとくなってきてるし、うん、あとシャイナやっぱ長打が欲しいんだろうね、うん、ちょっとメンバーにこう入れてきたりとかしてるけども、はい、このシャイナーが打つか打たないかっていうのが非常に広島にとっては大きな鍵かなっていう感じがするね、うん、やっぱホームラン欲しいもんね、うんうん、はい、はい、で2試合目、はい、で1対0、またこれも1点差で、そうだね、うん、延長ですね、はい、まあ、延長、はい、11回、うん、石原がサヨナラホームラン、もうこの1点ですね、はい、もう石原はやっぱ成長したね、うん、まあもともとあのバッティングがいい、キャッチャーだったんだけども、はい、まあ、ここに来て今年、うん、特に、まあ、そういうことが目立ってきてるというね、うん、まあ、そんな感じがします、はいはい、で大瀬良、うん、6回113球、はい、2本のヒットに6三振、はい、無失点というね、うん、防御率はリーグトップの 0.88、うん、ね、0.88 だよ、高橋宏斗が隠れてるからね、そうそう、あの投球回数 0.58 でね、はい、まあこの防御率争いっていうのもこう今後面白くなるかもわからない ね、 ね、でこの試合で小園が3安打、うん、やっぱり調子が上がっているということ、はい、でヤクルトどうした頑張れって思うけども、うん、村上が5打数5三振ちょっと心配、うん、まあ監督も言ってた、うん、高津監督が、うん、やっぱ何かずれてんでしょうねって何がね、いやなあ、なんか突如訪れますね、うん、ちょっとね急に抜け出すんですけどね、やっぱ村上がね元気がないとね、うん、ちょっと困るね、それと、ヤクルト、うん、松田で7戦全敗、またああ、うん、で8連敗、うん、ね、トータル松田だけじゃなくて8連敗ね、うんうん、で借金は14、うん、で昨年から松田でだよ、うん、計1勝18敗、1分けすごいね、まあ完全な鬼門になってんだよね、何なんでしょうね、何なのかね、でもね、まあ、村上がこうやってね5打数5三振、うん、まあしてるっていうのは何かあるのかなっていうような気もするしね、やっぱ球場の雰囲気とか、まあ、まあ確かにそういうのもあるだろうしね、か戦いにくさ、でも戦いにくさっつってもさ、そんなことも言ってらんないけどな、ちょっとここら辺が不可解なことだよね、うん、ね、うん、まあそういう試合で今日は雨のため中止になりました、ね、はい、はい、まあそういうセリーグでした、はい、続きましてパリーグ、はい、
はい、はい、来られましたということで、パリーグは先ほどもお伝えした通り、はい、ロッテ対オリックスの試合が今あの試合中なのでね、はい、ナイターで1試合だけ、はいはい、それは後ほど1試合だけお伝えするとして、はい、そうですね、まあ、他の試合はね、そう、福岡ソフトバンクが2勝1敗で日本ハムね、はい、そう3試合やりました、3試合やりましたよ、はい、で楽天と西武が、西武が勝てないですね、楽天3連勝ということで3勝です、うん、はい、で今のところロッテとオリックスは2勝1敗でロッテが勝っていて、今の試合は2勝0だね、まだ、あ、そうですね、ごめんなさい、うん、2勝0だね、ということで、うん、日本ハム対ソフトバンク、はい、ね、加藤、バーヘイゲン、うん、伊藤、はい、ソフトバンクはスチュワード、うん、スチュワート、うん、大津、モイネロ、はいはい、ね、これ1試合目はねすごいシーソーゲームになって、うん、万波が6回、うん、逆転のツーランホームラン、ねえね、結局ね延長12回まで行くんですけどね、そうなんだよ、先制はソフトバンクで今言った6回に万波選手で逆転と、逆転、はいはい、で8回、うん、栗原が同点タイムリー、はい、ね、2対2で、うん、まあ、延長に入るんだよね、はい、で10回、うん、柳町が勝ち越しのホームラン、はい、これねレフトへ伸びたね、ね、伸びましたね、やっぱね柳町も成長してるな、なるほど、うん、で、あ、これでダメかと思ったら、うん、裏石井が同点ホームラン、はい、これもすごいホームランで返すという ね慶応が打ったら早稲田が打ち返すというね、はい、ね、本当に、ね、いや本当に、ね、感動的だったよ、うんうん、で 11回、はい、うん、ソフトバンクの攻撃ね、うん、ワンアウト1・3塁から、はいはい、ね、守備を五十幡に変えるんだよレフト、あ、そうそう、ね、ね、で中村三振、うん、あ、宮西からね、うん、で山本に交代して甲斐を三振というね、はい、もう本当にもう新庄監督が全精力をかけて細かくね、細かく守りに行ったという、うんうん、ね、その裏、はい、チャンスが訪れました、はい、2アウト2・3塁から、うん、タミヤのセカンドゴロ、はい、もう間一髪、うん、アウト、ね、リクエスト出しましたよ、もう新庄監督が、うん、多分リクエスト始まって以来、うん、史上初のデカさ、一番デカかったね、デカかったこれはこのリクエストの、ね、そうそうそう、ジェスチャーの画面がね、そうそうそう、まあ、しかし、うん、これがセーフになったらそうさよならだったんだけど、まあアウトという、ね、まあ、セカンドもよく守ったねソフトバンク、うん、いや見事なファインプレーだったと思うよ、本当もう本当に間一髪、うん、アウトでした、はい、ね、で12回、うん、ツーアウト満塁からね、近藤、うん、はい、バッターはねえ、ね、2エンド2、うん、ピッチャーは斉藤、うん、この時そうですね、斉藤だね、はい、ソフト日本ハムはね、うん、まあ158キロとか出てて、うん、これはなかなか打てんぞと、うん、追い込んで2エンド2から、うん、フォークを投げたんだよ、はい、俺はストライクだというふうに思ったんだけど判定ボール、ボールね、いやまあどっちでもいいと思うんだよね、はい、ちょっと高めに抜け気味だったんだけど、うんうん、やったと思ったのが、うん、ボール、はい、フルカウント、はい、もうまっすぐしかないなと思って、うん、だけど速さがあるから大丈夫かなと思ったら、うん、やっぱコンちゃん大したもんやな、本当ね、それをセンター前にきれいに弾き返して2点タイムリーね、本当に、ああ、これで決まったなと思いましたよ、思ったら、うん、その裏浅間が先頭打者でホームランで1点返すんだよ、そうよ、うん、あれと思ってね、まあだけど及ばずというね、そうでしたね、うん、まあでも感動的な試合というか、うん、本当に粘れるしね、見応えの試合でした、もう間一発、どっちが勝ってもおかしくないというかさ、うん、まあホームラン打ったらホームラン打ち返すさ、うん、ね、まあただソフトバンク戦、はい、7連敗ということで、はい、ね、なかなかやっぱソフトバンクに勝てないというね、うん、まあいうことが続いているということ、はい、でも素晴らしいゲームでなんかすごく元気のあるゲームを見せてもらったなというね、うん、まあ、そんな感じがしました、はい、はい、で2試合目、うん、3対2、日本ハム、うん、止めました連敗をね、ね、
7で、でこの試合レースのホームランで2回先制、4回ノーアウト満塁から正木がタイムリー、ソフトバンクの方がね、で広瀬の内野ゴロの間に、まあ、2点を取って逆転という、この慶応コンビに逆転されるというね、で6回、ワンアウト3塁、外野フライ打てずという、野村がね、日本ハムの攻撃、ね、ああこれダメかなと思ったんだけど、で8回ワンアウト満塁から、ソフトバンクの攻撃、中村海野を抑えるんだよね、でその裏やっぱ流れが変わってくる、ね、やっぱピンチの後にはチャンスがありということで、で8回裏ワンアウト1、2塁から、石井が同点タイムリー、ね、上川畑勝ち越しのタイムリーということで、まあ見事だったねこれは、あのピッチャー誰だっけな、ソフトバンクのこの時、はい、つもりか、つもりだ、ここは防御率が1.ないんだよね、だから非常にあの中継ぎで頑張ってる投手、そっからやっぱこう石井のタイムリー、上川畑のタイムリーということで、勝ち越すんだよね、で9回ワンアウトから、ね、セカンドランナーシュート、ソフトバンクね、三盗を試みました、伏見が刺した、お見事でした、これちょっとでもボールがそれたら、セーフだ、だからまあそういう、こう守りというかさ、そういうこともしっかりしてたなっていうふうに感じました、でねソフトバンクの方にいたいのは走塁士、で4回、正木のタイムリーが出るんだけども、それちょっと飛び出すんだよね三塁を、でセカンドランナーでね、で3分間に挟まれた状態で、走塁士をしちゃうんだよ、まあ、これもやっぱソフトバンクとしては良かったし、良かった悪かったし、で9回走塁士、まあ、盗塁仕掛けて ねシュート、これもちょっとねやっぱランナーサード行きたいっていう気持ちは分かるけども、非常に痛かったなというね、ソフトバンクにとっては痛かったなという、ただ、まあ、貯金がたくさんあるんで、こういうことも痛くもないのかなっていうような感じがします。まあ1点差でね、負けてしまいましたが、ただね、この日はねやっぱり盗塁5、5個されてるんだよ日本ハムが、これはバーヘーゲン、5回、73球、4本のヒット、4つの四死球で2失点、まあある程度高騰したようには見えるけども、やっぱクイックが問題だ ね、これから、やっぱランナーが出たら走れる人はどんどん走ってこられるという、ちょっとね、まあここら辺は少し改善した方がいいかなという感じがするよね。今日はたまたまこう試合は勝ちゲームにはなったけど、ちょっとね、あれかなと思うね、なるほど、で3試合目、3対1、日本ハム、まあ、伊藤がエースらしい投球をしてくれましたよ、7回、117球、6安打8三振1失点、でソフトバンクの方はモイネロ、6回113球4安打5三振2失点というね、でソフトバンクこの試合は四死球なしですね、なしだよ、ね、で3回、今宮、タイムリー先制タイムリー、ライトにね、まあ、スライダーだったと思うけどうまく追っつけるねいや本当にうまい、しかし日本ハム4回、万波11号ソロホームランで同点という、マンちゃんもやるね、で6回、レースが7号ソロホームランで勝ち越しという、もうレースもやっぱこう7本、打ってきて、まあ、結構慣れてきてるね、日本の野球にね、でやっぱチームにも馴染んできてるし、まあ、非常にいい雰囲気でやってるなっていうような感じがするよね、で7回、ソフトバンクはモイネロから尾形へスイッチ、ね、その尾形が、ボークから、ワンアウトランナーセカンドになってね、まあ上川畑がね、野村のヒット、ダイソー中島、上川畑送りバント失敗、
失敗してんのにボークでセカンドに進んで結果ね、うん、送りバントしたみたいになりましたね。伏見のタイムリーというね、うん、で都合3点を取って、はい、まあ、逃げ切ったというそういう試合なんだけど、うん、その試合の中で7回表、うん、セカンドランナーシュート2アウト、はい、で甲斐のライト前ヒット、はい、もう当然回すよね、うん、しかし勝負する相手が万波、はい、ホームタッチアウト、すごいね。いや迫力あるね。万波選手はもう肩で見せれますよね本当にね。えまあ球界で一番速いのは五十幡かもわからないけど、うん、走塁が一番上手いのは周東かもわからないよね、うんうん、そういう球界ナンバーワンとの走者と、うん、球界ナンバーワンの肩の持ち主、うん、この勝負はね本当に見応えがある。いや刺したからね。もうこれ超ファインプレーですね。いやここで1点取られたら、うん、まだこのゲームは分かんなかったと思うけど、うん、いや見事に刺したわ、うん、これはこの動画では映像使えないけどどっか飛んで絶対この動画っていうのはあるからちょっと一回見てくださいよいや伏見もめちゃくちゃうまいタッチしてるから、うん、ああね、いやー迫力あったね、これはね周東の足万波の肩、うん、あお金が取れるプレーでした、ね、ザ・プロ野球の好プレー集に入ります、はい、本当に ね見事もう豊さん大興奮ね、はいはい、はい、ということで、うん、次は楽天対西武、はい、楽天、うん、早川岸藤井、うん、西武は竹内今井隅田、はい、ね、1試合目、まあ、早川安定してんな、よくなりましたかね、はい、うん、7回102球、はい、5安打4三振、はい、1四球の2失点、うん、で対する竹内、はい、ね、まだ黒星がない、そう7回96球6安打3三振、無四球3失点という、ねね、6回ワンアウト2、3塁から小郷がタイムリー、ね、ワンアウト1、3塁中島がセカンドゴロで2点目を取られるという、うん、あで7回西武はフォアボールツーベースヒット、うん、ノーアウト2、3塁から野村が、はい、野村大樹2点タイムリーで同点というね、うん、ただその裏浅村が決勝のソロホームランという、うん、竹内は初黒星、ねえね、え西武は4度目の6連敗という、本当に50年52年ぶりの借金30という、もう30もあるんだね、本当ですね。いやーだけどねえ、まあ面白かったのは、うん、早川がやっぱ勝ち投手としてヒーローインタビューの台に上がり、うん、浅村もあれしてたんだけどね、うん、まあなんかすぐ2点取ったらすぐ2点取られやがってみたいなだから何やってんだと思ってホームラン打ちましたってまた早川がありがとうございますとか言ってたけどさ、うん、まあでもなんかチームの状態もエースとね、うん、また主砲が、うん、まあ、ああいう風な感じで話してくれるとね、うん、チームというのは非常にいい具合に回ってるんだろうなっていうような、まあ、そんな感じが伺い知れたよね。なるほど、はいはい、ただ竹内がちょっともったいなかったね、うん、うん、まあ、初黒星、まあ、いずれはねいつか負けるかもわからないけども、そうですよね、うん、まあ、だけどなんて言うんだろう、もう少し点を取れるチームだったらなっていうのはちょっと悔いもあるけどもね、うんうん、まあ、その中でね、まあ、初黒星っていうのはまあそうだね、うん、でもその中でも勝ってきてるっていうのはさ、うん、価値があるよね。そうですね、はい、はい、早川投手は6勝目ですね、はい、そうだね、うん、はい、はい、で2試合目岸、うん、5対0、はい、完封です。すごいね、あ、まあ、この試合で2500投球回数達成ということで、うん、素晴らしい、本当に、ね、すごい2500、すごいね、おめでとうございます、うん、おめでとうございます、はい、まあ、39歳7ヶ月、うん、ね、無四球完封、うん、9回119球、うん、はい、3安打2三振、うん、無失点という、ね、いやー見事だね、元西武だからね、そうよ、はい、それを西武を相手に投げ合ったのが今井、うん、今井は楽天戦、うん、13連勝だったんだ
すごいよそれも。ね。ねでもう本当天敵対、まあ騎士ということだった。だけど13連勝で止めたというね。うん、で今井、はい、5回97球6ヒット。うん。6安打ね。6安打。6ヒット。6ヒット。うん、はい。8三振、はい、3四球、4失点という ね、うん、ね1回、初回ね、うん、ノーアウト満塁浅村セカンドゴロ鈴木犠牲フライで2点先制、はい、3回、ワンアウト満塁鈴木タイムリー、うん村林レフトに犠牲フライ、うん、この満塁になるきっかけを作ったのがやっぱりフォアボールなんだよね、今井の、うんうん、だから非常にもったいないっちゃもったいないけども、うん、西武打線はまあ、岸に3安打に抑えられるという、うんまあ、3安打じゃどうしようもないねこれはね、うん、うんだから、まあ、岸の本当に素晴らしい投球が光ったゲームだったよねこれはね、はい、まあでも今井から勝ってね、うんまあ、ちょっとトラウマみたいなものが払拭されたかな、うん、ればいいね、うん、はい、はいはい、3試合目、4対2楽天、うんはいこれ何連敗だ8連敗だ結局8連敗に伸びちゃったんだよね、うん、借金も32になっちゃったんだよ、うん、で楽天4回、はい中島辰巳の連打で、うん、浅村のフォアボール、うん、ノーアウト満塁、うんフランコが犠牲フライで先制、これもうちょっともったいないよねノーアウト満塁がフランコの犠牲フライで先制だで5回ワンアウト2塁王がタイムリーヒットで2点目、うんで西武は6回野村山村のタイムリーで2点で同点にするんだよそう追いつくんですよ、ね、追いつくんだよしかし楽天は8回小郷が勝ち越しのツーランホームランはいまあ小郷は夏場に強いのがね、まあ、非常にねやっぱね小郷の活躍がこうやって3連戦去年もやってると小郷の名前って夏に出てくるんだよねまあその前からも出てきてるけども、うん、あのより出てくるより出てくるっていう感じがするうん、うん、だから非常にあの浅村もそうだけども、うん、だから夏にこれ出てきたなっていうだから楽天も、うん、あのなんて言うんだろうまあ交流戦で優勝したけども、うん、まあその後ねちょっとね優勝疲れかわからないけどもちょっと調子は落ちたけど、うん、だからやっぱりちょっと自力っていうのがついてきてるのかなっていうような感じがしたね、うん、なるほどはい、はい、で西武隅田7回3分の1、うん、101球、うん、9安打4三振2四球4失点というね、うん、まあ隅田もすごく気持ちを込めてチームのために投げる子だけにね、うん、やっぱこう勝たしてあげたいなっていう気持ちが強いけども、うん、まあいかんせんやっぱこうチームの雰囲気というかねそういうものがそんなによくはないんだろうねやっぱりね、うん、だからこの雰囲気に飲まれてしまってるっていう部分があるのかなという気もする、うんうん、だから飲まれないように、まあ、頑張ってほしいなって思うね本当ですねはい、うん、まあそういう3連戦でした、はい、でロッテ対オリックス、うん、まあ2試合しっかり話しますはいロッテ小島種市、うん、今田中が投げてるはずなんですよね今ねはいでオリックスの方は曽谷カスティーヨ、うん、でオリックスは斉藤というそうですね、まあ、若手の投げ合いだよね、うん、3試合目は ねで1試合目1対0おロッテこれはね曽谷かわいそうだったな4回2アウトから中村の何でもないレフトフライを、うん西川が落球するんだよ、うんね、どうしたんでしょう、まあね、ゾゾマリンって風も強いっていうのはみんなのご承知の通りで、うん、ただねこうやってグラブと顔がこう重なって最後までボールが見えてなかったと思うんだよねうーんそれで落球するんだよ、うん、そんな難しい打球でも何でもないし、うんうん、だからもったいなかったなと思ってまあ2アウトだし、うん、入る位置かってこと手がね、ま、手とボールとボールとグラブと目、うん、このこれが入っちゃったっていう一線状になった、ね、そう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 、うん、でまあ2塁、はい、でバッターは高部、はい、ファーストへ、うん、これが、うん、やっぱ高部足速いなこれが内野安打になるんだわ、ねはい、そしたら曽谷も起点を利かして、うん、すぐねセカンドランナーがどういう動きをしてるかっていうのを確認をし、うん、
素早くホームに投げるんだけど、はい、そのボールがちょっと中途半端になったんだよ ね、 でキャッチャーも一番取りにくいような形なボールになっちゃって、うん、それを弾く形で1点だったんだよ。なるほど。しかし、うん、この1点で終わるなんて思ってないしさ。そうそう、この1点 でしたね。そうそう、これが4回に取られるんだけど、うん、でも遡ると2回、うん、ワンアウト満塁、オリックス、オリックスね、うん、はい、若月三振、福田が内野ゴロでチェンジ、うん、点が取れずという、うん、で6回、はい、西川、森、連打、うん、ノーアウト1、2塁、うん、紅林に送らすかなと思ったら強攻に行って三振、はい、頓宮打たしてレフトフライ、はい、これいい当たりだったんだけど、うん、で杉本が四球で満塁、はい、で大里、うん、素晴らしいボールだったな、見逃しの三振で、うん、ちょっと若干低いかなとも思ったけど、はい、まあ投げ切った小島の勝ちかなという感じがするよね。なるほど、はあ、はい、で9回、うん、増田が出てきて、はい、ワンアウト一三塁、うん、ピンチ招くんだよ。そうですね、はい、はい、セデーニョ代打ね、はい、うん、三振、はい、福田ライトフライ、はい、まあこれだけチャンスがあって生かせなかったら、うん、それは1対0で負けるよ。いやもうこの1点ね、夏の1点でね、え、うん、まあ惜しかったな。外に6回3分の2、1失点、うん、小島7回無失点ということで、ねえ、ね、外野フライ1本1対1にしとけば本当にどう転がるかわからないゲームだったけどもね、うん、この1点が重かった ねやっぱ西川のためにも返してほしかったけどもね、うん、ただロッテとオリックスはこの2位争いでね今、うんうん、まあ、熾烈を極めてるんだけども、オリックスが状態が良かっただけにさ、うん、この1対0っていうのは次に響かないかなっていうふうには思ったけどもね、はい、で次の試合、はい、6対0、うん、ロッテ、ねね、外が7年連続の15ホームラン、うん、2桁ホームランということだよね。素晴らしい、まあ、3ランホームランで、まあ、先制するという、うん、3回にね、3回にね、はい、で4回には高部小川のタイムリーでもう3点を取って6対0にしちゃうんだよね、うんうん、で外は53打点でリーグトップになった。すごい。あ、山川を2点リードしたというね、うん、まあ、今のところ打点王ということで、すごいね、山川もダントツでいくなと思ったら外追いついたね。いやもうすごいね、よく打ってますもんね、ホームランも。まあそうだね、要所要所でね、うん、ただ山川が全然打ってないっていうこともあるけどもね、ちょっとあの一月ね、先月かな、そうそうそう、ね、まあ、ホームランも出てなかったというね、うんうん、こともあったけども、はい、ただオリックスはあの初回、うん、大里二塁打、太田のヒットでこれが迷うんだよ、回るか止まるかで、うん、で3本間でタッチアウトするになるんだよ、うん、でその後ワンアウト一三塁、うん、で攻めるんだよ、はい、種市を、うん、そしたら森がゲッツーと、はい、もうこういう流れをつかみきれなかったら、うん、やっぱ尾を引いてしまうなという感じがするね。なるほど、はい、はい、で種市8回、うん、119球、7安打10三振1四球の無失点というね、三振するね、まあ初回をね、うん、まあこういう流れをしっかり無失点で抑えられたということがやっぱりあの好投につながっていったというね、うんうん、ただオリックスの方はやっぱちょっとあれだな、 1,2 戦ともチャンスがありながらだから自分たちで墓穴を掘ってるみたいな、うん、まあ、そんな感じがするよね。あ、だからちょっと踏ん張りどころだなって、せっかく5割にいったのにさ、うん、また借金2になったのかな、うんうん、だからまあ頑張らないと ね、 ね、で現在進行形はどうなってますか今の試合、うん、今のところですね、はい、今ねロッテとオリックスはオリックスが4対1でリードしてます、はい、5回裏オリックスがね、オリックスが最初ね、はいはい、先制はロッテがして、で3回にオリックス追いついて、はいはい、4回5回2点1点と取って今4対1ですね。なるほど、うん、なるほどね、どうなるのでしょうか、はい、まあ、その試合がね、うん、また後日、あの後日というかまあ明日でも、うん、後でというかね、はい、あげますので、はい、ということで今のところまだ先発投手のオリックス斉藤投手とロッテは田中投手が投げています。はい、はい、
まあそういう3連戦でした。はい、やっぱオールスターまでにね、うん、みんなもう必死に戦ってくるんでね、はい、まあここのところ、まあ、ローテーションを崩してくるチームもあるかもわからないし、うん、まあ見応えはたくさんあると思います、はい、ね、うん、まあ明日もそう明日月曜日だけども祝日なんでね、うん、ありますね、試合がありますので、はいはい、ね、また試合を追っていきたいと思います。はい、明日はね巨人阪神 DeNA 広島、はい、ヤクルト中日、はい、日本ハム楽天西武オリックスソフトバンクロッテというようなカードになってます。そうだね、はい、はい、まあ楽しみにしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい。